キャッチおすすめ番組インタビュー。愛媛 CATV 月間プログラムキャッチの月替わりのナビゲーターの皆さんにおすすめ番組をインタビューしました。皆さんこんにちは。株式会社 BRG 代表取締役年成凛子です。よろしくお願いします。私の会社は今ですね、私の生まれ育った地元中島を活性化させるために今ですね、閉まってしまったスーパーマーケットを再建するっていうプロジェクトをしております。中島のみんなが使ってるスーパーマーケットが後継者不足で閉まっちゃうとすごくショックを受けたんです。やっぱり高齢者が多いのでお家でご飯を作ることがとても面倒だと。買い物も不便なんだけども材料を買ってそれを調理することがすごく面倒なのでっていうことをたくさんお声が聞こえてきたんですね、なので、私が再建するスーパーはやはりその食っていうのを中心に、再建させていくことが島の人のためになるのかなっていうふうに今思っております。目標は世界の人が中島をロングバケーションする場所として選んでもらうこと、これが目標です。はい、これっていうドラマではないけども私はどちらかというとヒューマンドラマ、そういうドラマが好きで、俳優さんとかだと、大泉洋さんとかムロツヨシさんとか、あと安藤サクラさんとか、そういった方々が出られてるようなドラマが好きです。古いスーパーですので、島の人たちにもあとまた観光で来た人たちにも喜んでもらえるようなスーパーにちょっと改装をしていかないといけません。でそのためにはやはりクラウドファンディングっていうところで資金調達をさせていただくっていうふうに思ってますので、もしよろしければ皆さん、応援していただけたらと思います。はい、岩玄斗と申します。生まれたのは、松山市辻町というところで、国鉄駅の裏あたりです。きっかけはですね、昔、松山市民会館で、小学生でオーディションがありまして、文福茶釜の主演を募ったんですけど、それに、小学校に1年2年3年あたりだったんであんまり覚えてないんですけど僕選ばれたんですよ。それが唯一の自分の成功体験みたいなのがあったりもして、でそこから好きになったんでしょうね。それからいろんな俳優さんのこう真似とかするようになって、それでそういう気持ちが湧いてきたっていうのがあります。高校卒業と同時に東京の大学に進学と、それで上京しまして、すぐ丹波哲郎っていう俳優さんのもとに役者になりたくて弟子入りしました。好きなものはですね、縄文時代とか弥生時代とか、あと神社とかに出てくる神々の歴史っていうんですかね、そういうものになぜかすごく惹かれます。特にこの松山という場所はですね、古事記の中では一番最初に生まれた国っていうのは伊予の二名の国といいまして、この四国のことなんですよ。愛媛の松山というところは本当にすごい歴史ある、もう超古代にすごく栄えたすごい都市だったのではないか、もしかしたら宇宙人がやってきてここに都を築いていたんではないだろうかと勝手に妄想を膨らましたりして、でおじさんたちで集まってそういう話してます。4月22日土曜日、伊予市のミュゼ灘屋っていうところでお昼の13時30分から16時までで、夜の部が18時から20時30分までの2回です。どちらでも、ご参加可能です。両方でも構いません。対象は老若男女、一切経験未経験問わずどなたでもお越しください。デコラティブペイントとは装飾を積み重ねたものをデコラティブペイントと言います。主にアクリル絵の具を用いて描いていきます。描き直しができるのでそれが利点かとは思います。ちょっと絵を描くのはって思われる方はこういったイタリアン美術を用いた、ビーズなんですけれども、こういった感じで、ベースだけは塗っていただく感じで、あとはもうピンセット
を使って貼り付けていくような感じの作品も大人気です。全教室で一日体験を開催していますけれども、こういったの和柄5種類あるんですけれども、お好きなものを1つを選んでいただいて、まあ、約1時間半前後なんですけれども、初心者の方も全く私は絵が描いたことないですよって言われる方も簡単に描くことができますのでおすすめです。愛媛 CATV ではスポーツチャンネルをよく見ています。懸命に取り組む姿は連鎖し、私も数年前より近所の広場でラジオ体操を始めました。一番びっくりしたのは高齢者の方々のはつらつとした元気な姿でした。地道に私も地道に体幹を鍛えて第60回愛媛マラソンに挑戦しました。今後も周りの人に夢と元気を届けられるように頑張りたいと思います。もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、ネット検索で池川美香もしくはデコラティブペイントもしくはトールペイントで検索していただきましたら、教室の詳細が掲載されておりますので、また検索のほどよろしくお願いいたします。ギャラリーキャメル系の清水恵子と言います。2001年2月14日にギャラリーをオープンしまして、今回で23年目になりました。キャメルケイという名前なんですけど、当時キャメルっていうのもたくさんありますよね。ケイっていうのも、たくさんあって、このキャメルケイという造語にすることによって世界に一つしかない言葉になってるんですよ。だから今インターネットで検索するには本当一つしかないということで、しやすい、ね、検索しやすいなと思ってます。はい、私はね、多分趣味がこのギャラリーだったんですよね。だから日常がもう仕事自体が私のやりたかったこと、小さい時からそういう、場所を作りたいっていうのが夢でしたから、もうこれでずっと続いてるわけなんですよ。これがね、初めて見たヨガがロミオとジュリエットだったんですよね。レナード・ホワイティングとオリビア・ハッセイのね、もうそれでね、イタリアのベローナに行って、その2人のラブこう、ね、恋を告白するシーンなんかの、建物で自分がやってみたりして、こうそこまで好きでしたね。私は本当みんなの笑顔が欲しいという思いでこのギャラリーをずっとやってきたのでね、これからも皆さん の作家さんとかお客さん同士の交流の場として続けられたらいいなと思っています。それには健康が大事なので、もういろいろ運動したりして頑張ってます。これからも続けたいのでよろしくお願いします。高校途中で中退した友達がいて、でたまたま高校の、中退した後に、その友達とばったり出会う機会があって、で、まあ、その子が今、まあ、多分その当時仕事してたんですけど、で全然パソコン仕事してて、で、その話を聞いてる時に、まあ、自分が美容師をしているイメージが、まあ、パッと浮かんで、で、あ、美容師になるんだと思ってたのがきっかけですね。そうですね、まあ、うちは今3人でやっているので、まあ、結構ゆったり、まあ、空間もちょっと広めに、はい、まあ、すごい本当に、まあ、皆さん何ですかね、日頃あまりもう雑誌とかも見なかったりとかすると思うんですけどそういうのも、まあ、なんかすごい、まあ、リラックスできる空間っていう形ではあるかなと思いますね。単純にまあ、ね、喜んでもらえる仕事なんで、で、まあ、一回ね、いらっしゃって、来ていただいて、で、まあ、また来ていただけるっていう、まあ、その、まあ、何が良かったんだろうってね、思うとこもまあたくさんありますけど、でもそれでもやっぱり、まあ、何かがいいと思って来ていただいてるっていうのが、まあ、なんかありがたいなっていうところはありますね。ブルーロックっていうサッカーアニメがあるんですけど、あれは毎週今見てますかね。あとヒロアカって言って、僕のヒロアカデミア、はい、あれは見てますね。結構まあスポコン
ジャンプ、まあ、王道な感じのやつはよく見ますね、はいはい、結構まあ内装外装を見て来ていただける方がまあ多いんですけど、まあ、その中入ってもすごい、まあまあ、居心地のいい空間は空間作りはさせていただいているので、はい、まあ、そこにまあプラスアルファその、まあ、お客様が扱いやすい、まあ、スタイルっていうのを提供いつもさせていただいているので、まあ、よかったら、お越しいただけたらと思います、はい、一般社団法人専務理事の坂本大蔵です。よろしくお願いします。しまなみジャパンは5年前に地域の観光振興と、まあ、地域振興をやっていこうという、その地域っていうのは広島県の尾道市から愛媛県の今治市、それから上島町、西一町にまたがるしまなみ海道のレンタサイクル事業と、それからその観光プロモーションと、そしてマーケティング事業という形で、設立された地域の、まあ、DMO という形になるんですけれども、実際はもう統合されてですね、本部が今治市にある一般社団法人という形になっています。4月になれば本当にぐっと暖かくなって、本当にサイクリングシーズンになります。なのでこうたくさんの人に来ていただきたいなと。で、しまなみ海道今治からスタートでもいいし、尾道からスタートでもいいんで楽しんでいただきたいなというふうに思います。音楽の方はもともとね、高校生時代からはロック大好きだったんですけど、やはりだんだん年とともにその J-POP というか日本のシティポップっていう、まあ、山下達郎さんとか大竹栄一さんとかね、ユーミンさんとかサザンオールスターズとか、そういったところにねどんどん興味が移っていったんですね。まあ、聞きやすい音楽をずっと横で聞いてるっていうのがすごい大好きです。しまなみジャパンで力を入れてるのは観光サイクリングっていうんで、すごく若い方なんかがもう本当に気軽にねレンタサイクル借りてすぐ隣の島まで行こうと、それをなんとかアシストしたいなと思って手軽に乗れる電動アシストをたくさん用意してるんですよ。これ皆さんにねぜひ試していただきたいなと思いますし、ファミリーの方も楽しめるようなチャイルドシート付きの自転車も電動アシストもありますので、これでもうちょっと行ってみようというチャレンジをしていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。来月のおすすめ番組もお楽しみに。